まあ、この動画では大学院卒業してからどういうお仕事をしていたのかっていう部分と、あと JOCAV のお話をちょっとしていただこうかなと思ってます。はい、大学院の後深瀬課程には行かず、はい、就職っていう道を選びました。はい、就職っていう道は教育に関しての教材を扱っているような出版会社で働いたっていうところだと思うんですけど、はい、そこって何年ぐらいいらっしゃったんですか？3年半ぐらいですね。一番辛かったこととか一番嬉しかったことって何か覚えてます？嬉しかったのはやっぱり学校に行って先生とか選ぶんですよね。あ、そうなんですか。なので実際選んでもらえた時とか、あとは調査とかに行っていろいろ教えてもらって課題をこう紙面に起こせた時とかはやっぱりやりがいあるし、教材後ろとかに自分の名前がちっちゃく載るんですけど、そうなんやっぱそれを見た時はすごい嬉しかった。確かにそれなんかいいですね。何万部もするんですよね。そうです。あ、そうなんだ。一番辛かったこととかってありました？社風がやっぱ昭和の社風だったので年功序列的なのとかは、なかなかね、そこはちょっと今の時代と合わなかった部分も感じたと、思いました。なるほど。3年半勤めて、その後JICA海外協力隊に行くじゃないですか。ここのきっかけは何だったんですか？友達が、その海外協力隊に参加するっていうのが決まって。そうなんですよ。その子の壮行会みたいなのに呼ばれたんです。やっぱりこれから行く人だからすごい輝いていた。もうキラキラしてる。そう、当たり前だけど。でやりたいこといっぱいあってっていう状態で、でまあいろいろ話していく中で、ともみややりたいことできてるみたいなことを結構ぐさっと来て、ぐさっとね、で国際協力のこととかもやってるのをその友人は知ってたので、ボランティアとか最近してないのみたいなこととか言われた時に、してないって思ってそうだなっていうふうに思って、はい、やっぱり仕事も忙しくなっていたし、本当にずっとこれ続けてっていいのかなみたいな気持ちがちょうど湧いてきてたタイミングだったので、もう一回ちゃんと自分のやりたいこととか考えないとなっていうふうに思っていて、その時にやっぱり国際協力やってた時の自分がやっぱり一番生き生きしていたし、やっぱり楽しかったなっていうふうに純粋に思い出して、あ、本当にそのまま友人が行ったからっていうのが本当きっかけで、ちょっと調べてみようと思って調べてみたら、結構自分が関心が持てるようなこう要請がたくさん出てきて、ダメ元で受けてみようみたいな気持ちになった。ちなみに JOCV とか JICA 海外協力隊、まあ、当時だったら多分青年海外協力隊だったかもしれないですけど、その名前はもう知ってました？もちろん知ってました。あの結構批判してタイプでした。いや、そんな2年行っても意味ないだろうみたいな。やっぱ教授とかも実際活動してる人とかを知っていて、活動意味ないみたいなこととかも言ってたから、結構それをそのままこう鵜呑みにしてる部分があって。なるほど。アンチまではいかないんですけど、それ本当どうなの、みたいな感じだったんですね。そうみたいな気持ちではありました。なるほど。実際でもそこを応募するわけじゃないですか。で多分通りますよね、普通に。通りました。それはどこの職種で行ったんですか？コミュニティ開発で。あ、コミュニティ開発なんですね。国はどちらを選んだんですか？女性の支援がしたかったんですよ、やっぱり。ジェンダーの関係で。第一希望はフィジーでした。あ、フィジーなんですね。あ、じゃあもうアジアだったんですね。そうですね、あんまりそこの国は希望特になくって、あくまで要請だったので、他はもう南米もあったし、アジアとかも書いてました。なるほど。それで面接するじゃないですか。印象に残ってる質問とかって覚えてます？東ティモール行ったことあるんだねって聞かれたんですよ。どうだったみたいな感じで聞かれて、楽しかったですみたいな感じの答えをして、はい、で、まあ、合格通知来た時に東ティモールって書いてあって、まあそりゃそうだったって思われました。あ、そっか。じゃあ自分が応募した職種とか国ではなく、東ティモールだったんですね。そうです、合格した時は。なるほど、そうなんだ。東ティモールの要請内容は何だったんですか？第二の都市のバウカウっていうところがあるんですけど、そこの現地の NGO の配属で、女性が現地のまあ農産物とか使って商品開発とかをしてるっていう感じ でそれをまあ販路拡大したりとか、まあ、収入向上のプロジェクトみたいな感じのものでした。あ、そうなんですね。実際そこで行ってみるじゃないですか。行ってみた時って自分が想像してるよりもできてました？私2代目だったんですけど、前任の方がまあ非常に優秀で、あ、そうなんだ。そう、
っぱりその結構販路自体めちゃめちゃ拡大はできてる、うんうんうん、グループがたくさんあったので、うんうん、できてるグループもあればもう活動自体が止まっちゃってるみたいなグループも結構あって、差があるような状態、二分化されてるみたいな。そうですそうです、うんうんうん、実際それ商品は何を扱ってたんですか。本当にグループによって違ったんですけど、バナナチップスみたいなやつとか、あそうなんだ、揚げ物系というんですか、はい、そういうものとか、あと NGO と協力してハーブティー作ってるところとかもあったし、なるほど、ピクルスとか、はいはい、えピクルス食べれるの、クッキーとかジャムとか、はい、そういうお菓子みたいな。なるほど、じゃあ基本的には加工品を扱っていて、そうですそうです、それは地域によって、扱っているものが違ったと。そうですね、それをどこで売るかでいうと、うん、そこの村の周辺ですか、それとも都市とかに持ってくるんですか。どっちもありました。村、まあ、村がベースなんですけど、それこそ首都に販路拡大しているグループとかもあって、うん、首都のスーパーとかにも置いてもらったりとか、あすごいですね、してましたね。その状況の中で2代目じゃないですか、はいはい、まあ、もうそういうスキームはできていると、はい、ただそこをもっと拡大していかないといけないっていうのが、うん、多分ミッションだったと思うんですけど、うん、どういうふうにやってったんですか。ベースにあるものは活かしつつ、まあ、自分のできる範囲で広げていくみたいな感じ で、 なるほど。で前職が編集職とかだったのでチラシ作ったりとか、うん、そういったものとかは一応ベーシックに作れたりするので、うん、そういったものを積極的にやったりとか、うん、あとはフェアみたいなのが、まあ、割とあったりするんですけど、お祭りとか、そういうところに積極的に出していきましょうっていう感じで、うん、なかなかチームでこうまだチームビルディングができてないような、一回止まっちゃったグループとかも、そういうところから徐々にもう一回再開させていくみたいなことをしたりしてました。なるほど、どっちにアプローチしました。もうある程度、うまくいってるようなところをグッと伸ばしていくっていうアプローチか、全然できてないところをできるようにしていくところまでをアプローチするか、どっちの方が比重多かったって感じですか。比重多いの後者だったんです。あ、後者なんだ、はい、後者の方がきつくないですか活動としてはきついんですけど、はい、でもできてるところって逆に何してくれんのみたいな、そういう感じの、なるほどね、手だし、もうある程度できてるから、うんうんうん、時々見に行って、うんうんうん、頑張れってやればいいかなって感じで、逆にできてないところはしっかりこう入らないと、うん、本当に活動止まってる状態だったので、うんうんうん、結構チームでグループのところを訪問してちゃんと作んないとダメだよとか、はいはい、商品の状態が良くないって言われてるよとか、うんうんうん、そういうフィードバックかけたりとか、すごいわ、そっちを選んだんですね、うん、実際その2年間の中で印象に残ってることとか、うん、やりきったなみたいなことあります。こう、まあ、ピクルスとかジャムとか作ってるところ、うん、でそういうのってやっぱ首都ではまあまあ売れるんですけど、村だとあんまり売れない、まあそうですよね、っていう中で、はい、村でやっぱ売れるものを作らないと営業が結構しにくいグループがあって、うんうん、そこのグループと組んで新しい商品作ろうっていう風にして、うんうんうん、全然商品開発とかしたことなかったんですけど、うん、ピーナッツを使ったお菓子を作るみたいなので、結構商品提案して、うんうん、実際村で販売してもらえるようになったっていうのが結構。え、ピーナッツってこのピーナッツ？ピーナッツです。ココアがけピーナッツみたいなことわかります？わかりますわかります、うんうん、まあ、現地あんまりなかったので、うんうん、ああいうやつを作るっていうので、あそうなん、え、ココアの味がするパウダーを乗せて炒めるみたいな。そうですそうです、砂糖とこういう感じです。逆に辛かったことはなかったですか？ありました。前任者の方が男性だったんですけど、うんうんうん、NGO のところってやっぱり偉い人とか、うんうん、まあ、上司みたいなのってもちろん男性なんですけど、なるほどね、やっぱり舐められるみたいなあ、そういうのがあったんですね、はい、あったりとか、うんうん、それ日本でやったらセクハラなんですけどみたいなこととかが起きたりとかなるほどね、そういうのはちょいちょいありました。あ、でも2年間やって良かったと思いますか？思いますね。実際、うん、もう受ける前までは、うん、JOCV に対してネガティブでしたこれは意見は変わりましたか？変わりましたね。国際協力として、うん、現地に自分の力を還元するとかそういうところももちろんそうなんですけど、うん、自分自身が変わるみたいな、うん、それをまた持ち帰って日本で新しいフィールドで活躍するとか、うんうんうん、まあ、国際協力の業界でまた活躍するとか、そういう人たちがすごく、はい、まあ、同期とか見ててもいっぱいいるなって思うので、うんうん、そういうステップみたいなところで見ても必要なんじゃないかなって思います。そうですよね、まあ、本当に海外協力隊とかで行くと自分の方が勉強させられますよね。思いました本当にだからどっちかで言うと僕もそっちもそっちの意味合いも大きいんじゃないかなとは思ってるんですけどね、うん、ありがとうございます。まあ、この動画では、はい、大学院卒業してから、まあ、出版会社でどういう働きしてたのかっていう部分と JICA 海外協力隊で何してたのかっていうところをお聞きしたんですけど、次の動画では今働かれているレディ4のところのお話をお伺いできればなと思います、はい。
はい、この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ本日はありがとうございました。